リングまで7キロ前方に守備隊を確認バルガが先導する進路を確保する攻撃隊後方から続け敵の防衛網に穴を開けてやる各地で戦闘が始まりました陽動は成功していますよしリングは孤立している接近するのは今しかない作戦目標は敵防衛網を突破しリングの真下に攻撃隊を送ることだリングの正体は巨大なタイムマシンだマザーシップのような戦闘艦ではない攻撃隊がたどり着くことができれば我々の勝ちだ敵戦出現敵が防衛線を強化想定よりはるかに大軍ですカッパ砲セット歩兵は離れろファイヤーカッパ砲着弾しました真は精密機械戦闘能力は低いさらに我々はリングの弱点を知っている大軍は必要ない真下に接近できれば少数の部隊で破壊が可能だ敵軍接近カッパ砲を恐れていません各員攻撃しろThank you.
ボット部隊が接近しています。ロボットだ、ロボットが来やがった。敵は大軍です。足に砲台があります。足を狙ってください。急げ、攻撃隊を援護しろ。駆除チーム到着した。出遅れてるぞ。全速で走ってこのざまか。何軒の家をなぎ倒したと思ってる。勝っても降格者だぞ。出世の心配は生き残ってからにしろ。ひどい状況だ。そこら中が敵だ。空から来るぞ。飛行型の怪物を確認。飛行型には手が出せない。交代する。飛行型を排除してくれ。これほどの防衛戦力があるとは。少数での奇襲が裏目に出たか。リングの防衛網は予想よりはるかに強固だ。前進より敵の排除を優先しろ。こちらルート2、怪物に阻まれて接近できない。ルート3行進中。敵守備隊が想定以上の大軍だ。敵軍さらに来ます。飛行型の怪物が接近中。まだ来るぞ。情報よりずっと数が多いぞ。突破しようと思うな。敵を撃破しろ。クソ、攻撃隊を守るどころか守られている。シップが降下してきます。クルールが来るぞ。防衛網を破るのは無理だ。突破はいい。応戦し身を守れ。敵の守りがこれほどとは。フライバーに立って重要だということでしょう。リングは時間移動の中継基地です。失えばクライマーの戦略は崩壊します。1号機隊は脱出する。ルート2、エイリアンの攻撃を受けた。確認、交戦、身を守れ。
登りながら退却する。グレード3攻撃隊に勝者多数。守りが固い。敵は我々の陽動作戦に気がついているというのか。可能性はあります。クライマーは限定的ながら未来を知る力がある。そう考えるべきでしょう。消耗が激しく、戦闘継続は不可能です。攻撃隊の被害が大きすぎる。作戦は失敗だ。ストームワンは無事だ。きっと行くだろう。無理だ。他の攻撃隊は壊滅、援護すらない状況だ。聞いてくれ、ストームワンはこの作戦のプロだ。何度も何度もリングを落とした。サポートしてくれ。リングからドローンが出てきます。弱点が見えてきたぞ。
ツを破壊しろ。おそらく赤いパーツはタイムマシンの制御装置だ。破損すればタイムマシンはコントロールを失い、やがて自壊する。
ちに展開できるのか。砲台を攻撃してください。対処できる数ではない。なんという防衛能力だ。
撃が必要。物体を敵と認定する。各員、攻撃を開始せよ。あれも未来から来たのか。リングを壊した途端に次のやつが来やがった。あれはプライマーの時間移動線だと考えられます。リング以外こんなもんが。撃ってくるぞ。艦首に武装があります。艦首前方の部隊は待機するか身を隠してください。弾が届かない。全長は1キロ以上。これまでにないほど巨大な船です。地上から攻撃するためにはかなりの長射程火器が必要です。見た目の以上
上よりはるかに高速で動いています。地上から着弾させるのは難しいかもしれません。遠すぎて攻撃が届いてないぞ。早すぎる。弾が当たらないぞ。艦首の側面に砲台らしきものがあります。砲台を攻撃しろ。艦首の側面を狙え。首の側面に砲台があるぞ。破壊しろ。あれは時間移動線に間違いない。兵器を作り送り込んでくる。奴らは勝つまでやめない。なんということだ。我々は特定の時代のプライマーと戦争をしているわけじゃない。時間軸に存在する全プライマーと戦っている。敵船の側面に戦争装置があります。あらゆる時間のプライマーが相手。負けても許さない。この戦いはプライマーが勝つまで永遠に続く。人類に勝ちの目はない。この戦いに勝利することは事実上不可能だ。敵船勝破。敵船からドローンが出現。艦首に搭載されているのが手法のようです。まるで竜の頭だ。竜の口のように見えますが、おそらく手法発射口を守るための装甲です。発射装置の周辺に守りの薄い部分があるはずです。つまり口が弱点というわけだ。残骸、それは数千年前のものでした。 EDA 創設のきっかけになった発見か。
プライマーは遥か昔から地球に来ていた。人類は彼らを神と信じ、神話に残したのでしょう。プライマーは数千年も続いている文明。我々はそう考えていましたが、実際には時間を超えてやってきたのです。神は今も生きて。プライマーという種族にとって変えがたいほどの重要な存在だと思われます。どんな存在であろうと我々は戦わねばならない。生き残るためにオペレーションオメガを発動します。そんな、まさか本当に、本当にやるんですか。やめてください。それだけは。多くの命が消える。そんなことを許されるんですか。何をするつもりだ。正真正銘最後の作戦です。化学物質を積載したロケットが火星に到達しました。それを爆破します。火星だ。それに何の意味がある。未来の敵を排除する。それが彼の提案した計画です。でもそんなことをすれば、ロケットには大量の毒性汚染物質が積まれています。それらを拡散し、長い年月をかけて土壌に吸収され、進化の流れを変えるでしょう。どんな浄化されることのない。それは生命に大きな影響を与えるはずです。生まれたとしても今とは違うものになるでしょう。つまりプライマーの存在そのものが消える。敵の軍団どころか種族ごと決定通りのものも消すなんて、そんな元気があるんですか。皆そう思っている。だが違う。妻は殺された。何度も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 数百人数百人の人間に殺された。その恨みを晴らす。すでにロケットは火星に到達しています。これより爆破シーケンスを開始。これが人類を滅ぼそうとした理由だ。未来を知った者はそれを変えることができる。プライマーは人類に存在を知らなければならなかった。絶対に。爆破まで3、2、1。存在しない。でも敵は、敵は消えていません。確かにおかしい。歴史からプライマーは消えた。消滅するはずだ。
ったんだ。消えるどころか、その力は。
干渉した時から少しずつパラドックスは進んでいた。その時選ばれたのは人類という存在を背負う者だ。そう、君こそが選ばれた。時を超えて存在する人類の代表者。感謝します。本当にありがとう。